こんにちは私は今マツダのデミオというコンパクトカーに乗っています今は名前がマツダ2に変わりましたもうあまり大きな車でなくてもいいし小さい方が乗りやすいと思ったので、えー、この車を選びました候補としては軽自動車もあったんですけれども総合的に考えてコンパクトカーのデミオにしましたさて今回はシニアにおすすめの車についてです 車の選び方は人それぞれだと思いますけれどもシニアにはどんな車が良いかを調べてみましたまずシニアが若い時とどのような違いがあるかシニアの一般的な特徴はあ以下のようになっています身体能力や認知能力が若い時よりも衰えている年金暮らしなので経済的に余裕がない場合がある車へのこだわり性能やデザインなどはあ若い時より減っている あまり遠出することはない子供が独立して小家族などですこのようなことを考慮して選ぶべき車の特徴をまとめるといかのようになります安全装備が充実している高額ではない高級ではない大型ではないなどですですので選ぶ時きの車の効果としては軽自動車もしくはコンパクトかこのどちらかになるかと思います では具体的にどの車種がいいのか候補としてはあ以下のようになりますアクアトヨタヤリスこちらもトヨタですねカローラトヨタパッソトヨタポルテトヨタルーミーこちらもトヨタですねライズトヨタ ノート日産ノート E パワーこれも日産ですね。マーチ日産ルークス日産デイズ日産 NBOX こちらはホンダです。フィットホンダシャトルホンダマツダ2マツダジャスティ こちらはスバルになります。ロッキーダイハツ。トール。こちらもダイハツですね。ムーブダイハツ。タントダイハツ。ワゴン R 鈴木。スペーシア鈴木。クロスビー鈴木。なのです。この他にも候補としてはいろいろ車があると思いますが、 主な選択肢としてはあこのようになりますいかがでしたでしょうか車に求めるものは人それぞれですがシニアになるとやはり一番重視したいのは安全性です車の安全性はあシニア以外の誰でもですね必要な項目なんですけれども特にシニアの場合は体の衰えがどうしてもあるのでそれをサポートする上でも車の安全性能はとても大事になります 最近の車は安全性はかなり良くなっていて毎日操作を間違っても重大な事故が起こらないような仕組みになっていますただ100%大丈夫というわけではないので運転者には常に慎重な行動が要求されます安全性以外で大事な項目としては費用、大きさ、使い方ですまず費用についてですこれは現在の預貯金や収入、家族構成などによって異なります 予貯金が十分あって車にお金をかけられるようならある程度お金を払って装備を充実させた方がいいと思いますそしてあまりお金がないなら軽自動車のようあまりお金がかからない車種の方がいいと思います次に大きさです不要家族がいなくて一人もしくは二人程度であれば大きい車は不要ですコンパクトなサイズの車を選んだ方がいいでしょう次にいい使い方ですね 旅行にはあまり行かず街での買い物がほとんどであるなら軽自動車が使い勝手が良いと思いますもちろんコンパクトカーでもいいんですけどねただ車を実際にですね使ってみないとそのメリットやデメリットはわからないこともあります複数の車を候補として選んでもし迷ったらレンタカーなどを借りて実際に利用してみて決めるのも一つの方法だと思いますちなみに私が車を買ったのは2年半ぐらい前なんですけれども車選びには結構時間がかかりました 候補としては5車種ぐらいあってディーラーにも向き密つにも利用して、えー、試乗をしてそれでもどれにするか迷いました最後は直感で今の車にしたんですけどねまあベストとは言えないかもしれないんですけどもベターな選択だと思いますまあ車って買いたい時に買いたいものを買うしかないので自分の理想を100%満足するってことはないのかもしれませんしね最後に私の今のおすすめを3車種お伝えしたいと思います それはあトヨタのアクアホンダの n ボックス、日産のノート E パワーです軽自動車ならやはり n ボックスは無難ですねコンパクトカーならトヨタのアクアでしょうかまた電気自動車ならノートの E パワーでしょう車は移動するための道具ですしかし一方で乗ること自体は楽しむものでもありますよねなのでもし車選びに回ったら最後は自分が好きだこう思えるものを選ぶといいと思います 今回の動画はこれでおしまいにします。ご視聴ありがとうございました。